ルイス・キャロルが撮影したモニエル・ウィリアムズ、サー・モニエル・モニエル・ウィリアムズは、イギリスの東洋学者、インド学者で、オックスフォード大学の第二大サンスクリット教授。モニエルのサンスクリット辞典は、現在も広く使われている。モニエル・ウィリアムズは、イギリス東インド会社のボンベイ州の、測量主任であったモニエル・ウィリアムズの三男として、ボンベイに生まれた。本来の姓はウィリアムズだったが、後 インド帝国勲章の叙勲の際にモニエルを加えた。1822年にイギリスに引っ越し、1837年にオックスフォード大学ベリオールカレッジに入学を許されたが、1839年にインドで文官として働くことになったため、一旦オックスフォードを去って東インド会社カレッジに入り、翌年卒業した。 ところが当時第一次アフガン戦争で弟が戦死し母がモニエルのインド行きに反対したためオックスフォードに復学したベリオールカレッジが定員に達していたためユニバーシティカレッジに入ったそこでオックスフォードの初代サンスクリット教授のウィルソンにサンスクリットを学んだ1844年にオックスフォードを卒業して東インド会社カレッジで サンスクリットペルシア語、ヒンドゥスターニー語を教えた。1858年にインドの統治がイギリス国王の手に移って、東インド会社カレッジが閉行になると、チェルトナム大学に移った。1860年にウィルソンが没すると、公認の座をフリードリヒ・マックス・ミューラーと争って勝ち、オックスフォードの第二第サンスクリット教授に就任した。その後は、 オックスフォードのインド研究所設立に尽力し、1883年に設立された。1886年にインド帝国勲章のナイト、1889年にはナイトコマンダーに助勲された。健康を害して1887年に大学の仕事から離れ、その後は冬を南フランスで過ごした。1899年にカンヌで没した。他に、 インドの宗教に関する啓蒙的な書物がある。ありがとうございます。